どうも、ハイチです。今日付が変わりそうな時間なんですが、今仕事から帰ってきまして、で今日ですね、11月28日、チャンネル登録者が50万人突破しました。ちょっとカメラ持ってるんで拍手できないですけど、本当にありがとうございます。今年の目標だったんでね、これで達成できました。もうなんか、いや嬉しいですよ、本当嬉しいし、でとにかくすごい数の、あのツイッターのリプとかメールとかのね、お祝いのね、いただきまして、でまだちょっと全部読めてないんで、出先だったんでね、これから読ませてもらうんですけど、さっきちょこっと見たら、それだけちょっとうるっときそうになるよね。本当にありがとうございます。なんか自分も嬉しいんですけど、自分のことのようにこうやって喜んでくれる方がたくさんいらっしゃることが嬉しいですね。でも本当ほっとしました。結構きついなって、あの45万から50万に情報修正したんでね、今年きついかなって思いながらだったんですけど、よかったです、はい、で今までこう節目節目で結構思い出話っていうか話してるんでね、また同じの話しても面白くないから、結構見てくれてる方もいると思うんでね、なんで、まあ、今ちょっと素直に思うことは、まあ、6年半経ったんですよ、もうこの活動を始めてね。でその教育ってYouTube で教育っていうものは、まあ、まだまだ全然浸透してないですけど、でも6年半前よりは確実にね、前には進んできてるとは思いますし、まだまだ発言権がある場所ではないんですけど、これからも頑張っていくことで、その YouTube だけじゃなくていいんだけどね、無料コンテンツで勉強するっていう、勝手にフリースタディって呼んでますけど、フリースタディが当たり前の日本でね、当たり前になるように、そうなれるように、これからも自分も、まあ、小さな力ですけど、こう力添えができればなと思って、それを目指して頑張っていきます。正直あの頃思ってた環境っていうか、景色と全然違うところに今入れるので、おそらく今自分がね、この今この時点、33歳の自分が想像できないような、未来がというかがきっと広がってる、努力していけばね、そうと思ってこれからも頑張ります。ぜひ応援よろしくお願いします。本当にありがとうございます。まとまってない。ここからさ、どうでもいい話なんですけど、その今日でも出先でね、仕事先でその達成したんで、あんまり仕事帰りにその外食することないんですけど、まあ、今日は一回ご褒美でと思って、でうどん食べたかったんです今日すごく。でうどんにさ、天ぷら1個つけても今日はいっかみたいな、そういう生活なんだよ。なんかあの勉強コンテンツお金あんま儲からないからねとか言って怒られる。焼肉行こうとかそれ全くないんでね、で思ったんですけど、なんかちょっと帰るのが遅かったんでね、全部店が閉まっててさ、マジかって思って、で帰り道にあのラウンドワンがあるんですよ。でこの前ラウンドワン行った時に息子にね、あのピカチュウとイーブイのぬいぐるみを妖怪ちゃんで取ってきたんですけど、その時コダックがねあったんです。でそれで撮らなかったんですけど、自分コダック大好きで、ポケモンの撮り行こうと思って行ってお迎えしてきました。コダックのこの顔めっちゃ可愛くないですか。このね顔めっちゃ好きで、200円でお迎えしてきた。お前いい子だったね、ほんとね、2回で撮れたよ、いい子だお前は。もう満足。って言いながらね、セブンイレブンでうどん買ってきたんで今から食べます。はい、まあ、こんな感じの、ゆるい人間がお送りする授業動画ですけども、まあ、授業自体は真剣にね、これからも撮っていきますので、ぜひぜひ勉強のお供にこれからも使ってやってください。どこまでいけますかね？ここまでいったら、勉強コンテンツ、教育コンテンツでも100万いけるってところを見せたいですね。とか思いながら、これからも頑張ります。はい、ということで。すいません、ちょっとご報告がてらと思って、いろいろこう運転しながらこれ喋ろうって考えたんですけど、全く活かされることなくこの辺で終わりたいと思います。ではでは、失礼します。ありがとうございました。